東洋のスイス松本からの実況生中継はいよいよメインイベント鶴田和島対ブッチャー組の対決を迎えました。ご覧のようにすでに鶴田和島ブッチャーランデルリング上であります。背物でありますバディランデル340ポンドアブドラザブッチャー、ブッチャー恐怖が増大中でありますアブドラザブッチャー、裏がコーナー245ポンド和島ひろし、古い盾和島、和島ひろし、リアクルからのポンドジャンボ鶴田、天竜を見ていろブッチャーを倒すぞジャンボ鶴田。さあ山田さん、このセミファイナルでとんだハプニングがありましたが、あっと早速突っかけたアブドラザブッチャージャンボ鶴田に突っかけた。セミファイナルでジャンボ鶴田天竜がやり合うシーンがありました。俺を忘れられたばかりにジャンボ鶴田に突っかけていきましたアブドーラザブッチャー。山田さん、この開幕戦ブッチャーに KO されました輪島、そして先週放送の鹿児島大会大流血戦の末不本意なベルト防衛に終わった鶴田。さあここは何としてもブッチャーを叩きのめしたいところでありますが、場外戦ではブッチャー有利。輪島は早速リング上でバディランデルとやり合っています。まあそういった山田さん、思惑が鶴田それから輪島にそれぞれあるわけですね。そうですね。まあしかしね、はい、これ序盤戦の場外戦はね、おそらくブッチャーとしてもそう長くやるつもりはなかったですよね、はい、まあ、危険を防いだという感じですね。はい、さあ輪島がランデルを捕まえました。ようやく試合が落ち着いてまいりました。さあ輪島です。さあブッチャーと対戦、開幕戦、このブッチャーの毒針エルボー4発に倒れました輪島。さあ今度はと何ですか山田さん、あれは。いや、 やっぱりラリアートですよね。胸完全に打ってます ね。そして地獄突き、あっと喉元に食い込んでいく。ババさん、この輪島が言ってましたが、ブッチャーは俺のことを本当によく研究していた、ペースにはまってしまったと開幕戦振り返っているんですが、どの辺にそれがブッチャーの研究感じられますか、ババさん。いや、研究しなくてもね、もう前のシリーズで随分知ってますからね、はい、まあ、その後に輪島に進歩がないんですよね、まあ、こういう技を出してね、相撲でもすればいいと思うんですよね、はい、その馬場さんの声が聞こえたか、上手投げであります、右から打っていきました。そのね、これにやるんじゃなくてブッチャーにやらなきゃいけないです ね、山田さん、本当にそうですね。そうなんです、まあ、確かにね、ブッチャーは巨体ですし、はい、投げづらいとは思いますがね、輪島選手の技術と努力ならできると思うんですよね、はい、さあ今度はベアハッカー、いや、タイツを掴んだ、そのガブリよりすくい投げ、先ほどは上手投げでした、そしてすくい投げ、相撲タックルです。ブッチャーの足元へランデルをぶっ飛ばしました。さあ輪島ひろしであります、天竜との戦いで見せたあの粘りを今日は見せてもらいたいと思います。ガバさんはこの輪島に対して研究不足、頭を使え、試合をしたら何かを掴んでほしい、こういうコメントを残しております。さあ今度はジャンボ鶴田です。山田さん、先ほどのセミファイナルのことを考えますと、どうしてもこの今度はスタッと勝たなきゃいけない、このブッチャーの壁ですね。そうですね、はい、まあ、鶴田選手は今度挑発しましたからね、はい、さあアブドールなブッチャーだ、黒い弾丸、輪島に続いて鶴田も倒した、ヘッドバット、黒いヘッドバット、そしてあージャンピングに今度はジャンボ鶴田が返した、ブッチャーフラフラ、ブッチャーフラフラ、バディランデルのタッチを行った模様であります。さあジャンボ鶴田が行きます。山田さん、しかしね、ブッチャーの動きが早いですね。早いですね、もうとにかくね、はい、3つ4つ技出してて、いきなりロープの2段目に上がって、はい、あーっと繰り出していく、はい、本当にびっくりするぐらいスピードがありますね。なお残り時間、放送時間が5分を切っております。最後までお伝えできないかもしれませんが、あらかじめご了承いただきたいと思います。鶴田とのダブルのアトミックドロップでありました。馬場さん、今このランデルが出てますが、ブッチャーはあの体でどうしてこんな速い動きができるんでしょうかね。いや、そんなに、ね、速くないんですよ。だから普段ね、本当に動かないぐらいじっとしてますからね、はい、それが速く見えるんですね。肝心なところで動くということですか。そうなんですよ、無駄がないんですよね、だからやるときパッ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 パってやるでしょ、今みたいにね。あ、なるほどね。そしてよく考えています、腰へのヘッドバット、アブドーザブッチャー、ブッチャーコールが起きている。あっと、また山田さん、一瞬のこの技に入るときの動きがすごいですね。今度は、ね、自分の体をよく知ってて、はい、それをうまく使ってますよね。なるほど、完全に使い切ってるんですよ、自分の体型をね、
そして今度はあっとこれをこの頃出しております。このクロー攻撃、残り放送時間4分前であります。スローペースに天竜原が引き込まれ、PWF タッグタイトルマッチの時には連携技が出せませんでした。さあ今日の和島鶴田はどうでしょうか。それから馬場さん、この負けない術みたいなものをアブドラカドッチは持ってるような気がするんですがね。もう彼はね、はい、もう本当に計算してますからね、やっぱり負けそうになったらね、もう前からそうですけど、やっぱり外へ出て、出るとかね、はい、そういうことをしますからね。戦った相手が再びこのブッチャー打倒に燃えています。その一人がジャンボ鶴田、そしてこの和島宏であります。正面からキック、ジャンボ鶴田であります。山田さん、ジャンボ鶴田もこの背後から攻めたり、あのインターナショナルのタイトルマッチ足を攻めたり、ところが徹底しきれなかったんですよね。そうですね、やはりブッチャーを倒すにはですね、はい、もう集中攻撃というか、いつもその馬場さんの言われるように、はい、あの巨体を投げ飛ばす、そしてあの巨体自身でダメージを負わせたり、はい、あるいは場外に吹っ飛ばす、そういう、あるいは下半身で、ね、はい、攻める、もう徹底しなきゃダメですね。なるほど。放送時間は残り3分を切っています。馬場さん、このブッチャーは最終的には馬場さんとの一騎打ちを要求しているようでありますが、馬場さんどうでしょうか。倒すには馬場さんの32文しかないんでしょうか。いやいや、やっぱり倒すのはね、僕じゃないです、ジャンボなり天竜なりがね、はい、倒さなきゃいけないですね。いけないですね。さあ、そしてその宇和島でもあります。さあ、今バディランデルと対戦をしております。宇和島天竜との戦いで見せたあの粘りを見せるか。宇和島突進、これをブッチャーに見せてもらいたい宇和島。さあ宇和島が行きます。宇和島が行きます。あっと川津掛け、川津落とし、馬場直伝であります。さあブッチャーが背後から忍び寄る。おっと宇和島の側頭部をキックいたしました。来週放送の富士大会、鶴田とまた組みまして、今度は天竜原組と対決和島、そして再来週放送の花巻大会、歌舞伎と組んで天竜原と対決します。大試練の後半戦であります、このシリーズ和島。さあジャンボ鶴田が出てまいりました。今度はジャンボの番です。あのインターナショナルヘビー級のタイトルマッチ、あんな防衛じゃ天竜に申し訳ない、このように言っていました。鶴田突進、ジャンピングニーです。力込みが入る。やっぱり鶴田は強い、やっぱり鶴田は強い。帰ってきたブッチャーに今日こそ思い知らせてやる、こう発言しての出陣であります。さあ三地の内から一つの力が入ります。ブッチャーに勝ったら挑戦を受けてやる、その言葉が脳裏に残っているのかもしれません。ジャンボ鶴田ランデルを捉えました。まあ、勝ちを拾うんだったら山田さん、ランデルなんですかね。そうですね、まあ、ランデルの額が、ね、割れたんじゃないですか。相当パンチしてますからね。ばっくり割れたようであります。さあジャンボ鶴田、あのブッチャーとのタイトルマッチでも額が割りました。ブッチャーの額を割りました。ジャンボ鶴田、今日はランデルの額を割っております。さあ今度はボストンクラブです。ブッチャーが正面から回ります。残り放送時間1分を切っております。山田さん、鶴田和島それぞれ奮起してのタッグマッチ、おっと見ましょう。ジャンボラリアット、倒れませんアブドーラザ。ブッチャー和島にタッチであります。さあ和島が行く、和島男になれ。残り放送時間30秒。さあラスト、試合が荒れてきた。さあどうなるのか、ちょっと展開は予想がつきません。残り放送時間15秒です。おっとランデルに決めたノーザック。ブッチャーが今鶴田を放送席に連れてまいりました。さあ残り放送時間10秒です。来週のカードをご覧いただいております。解説は山田さん、そして馬場さんでした。ありがとうございました。さよなら。